こんにちは、楽天社員の石垣です。本日は楽天社員の石垣から楽天モバイルを申し込むメリットについてお話ししていきます。楽天モバイルに乗り換えをご検討中の方は本日の動画の内容をぜひご参考にしてください。こちらが本日のトピックになります。メインのトピックは2つ目3つ目になりますが、最初にそもそもなぜ楽天グループが全社員総動員でこのキャンペーンを促進しているかなど踏み込んだ話もしますので、ぜひ最後までご覧ください。まず楽天モバイル従業員紹介キャンペーンとはですが、他社からの乗り換えで1万4000ポイント、乗り換え以外で7000ポイントのポイントバック特典を受けることができるキャンペーンです。限定条件として再契約、つまり過去に一度契約していた方も対象、そして2回戦目以降の契約も対象となります。では次に、そもそもなぜ楽天グループが全社員総動員でこのキャンペーンを促進しているのかについてお話しします。皆さん普段何気なく無線通信をしていると思うんですけども、皆さんが利用するスマホやタブレットは基地局、つまりアンテナと電波でつながることで通話やデータ通信を可能にしています。楽天モバイルは4月8日でサービスインから4周年迎えましたけども、私たちはこのアンテナをゼロから一つ一つ全国各地に増やしていきました。サービス開始当初つながらないエリアが多かったのは、他社と比較して圧倒的にこのアンテナの数が少なかったことが理由の一つです。昔は確かにつながらなかった、しかし今は違います。楽天モバイルはこれまで4年間で急ピッチで全国にアンテナを増やしてきましたので、昔に比べて通信品質が改善しています。従業員紹介キャンペーンは、私たちはこれまで作り上げてきた、改善してきたこのインフラサービスを一人でも多くの方に利用していただこうという目的で行っていまして、全社員が紹介リンクを持っていて、ご家族やご友人にお勧めをしています。またこのキャンペーンは SNS を使っての紹介が認められていますので、私は主に YouTube そして X でこのような紹介動画を作成し、より多くのお客様へ情報を届けているということです。それでは次に石垣から申し込みをするメリットについてお話をしますが、最初簡単に私の実績をご紹介させてください。私は所属している楽天モバイルの部門では紹介実績が全国1位です。またこのキャンペーンは楽天グループ全社員で行っておりまして、グループ全体では全国2位です。これまで2ヶ月間で合計114名のお客様とご契約について個別にやり取りをしておりまして、それとは別で YouTube のコメント数は200件を超えています。多くの社員が匿名で活動していますが、私は実名顔出しで活動しています。理由としては、サービスをお客様にご提案するのに匿名で活動するなんてありえないと思っているからです。匿名での活動は会社から認められていますので、匿名がルール違反ではないです。あくまでも私は匿名での活動をよく思っていないだけです。実名顔出しの社員であれば、お客様も安心して問い合わせができると考えています。それではここから具体的に楽天社員の石垣から申し込みをするメリットについてご説明いたします。こちらがメリット1なんです。まず1つ目が、ご利用予定エリアの電波を事前に確認ができることです。楽天モバイルを契約するにあたっての一番の懸念は電波だと思います。楽天回線提供エリアは公式ホームページで誰でも確認ができるんですけども、このマップはピンク一色、つまり提供していますよという意味です。このピンク色の中でも、ここは電波が強い、ここは少し弱いなどの強弱があるのが事実です。私は楽天の社員ですので、ショップのスタッフが使う電波確認ツールを利用することができて、公式ホームページよりももう少し詳細に確認ができます。もしも電波状況が気になる方がいれば、Gmail か X の DM でお問い合わせください。お調べいたします。次に2つ目ですが、不明点を個別に相談可能です。私は楽天の社員であると同時に、楽天モバイルの業務に携わっています。そのため、お客様が抱く疑問、質問に詳細にお答えすることができます。具体的な内容については、3つ目のトピックで具体を出して紹介しますが、ショップに行かなくても気軽にお問い合わせができますので、いつでもご連絡ください。またですね、実は三木谷さんもこの従業員紹介キャンペーンを促進していまして、三木谷さんの紹介リンクから契約することもできます。ただ、三木谷さんはご多忙ですので、我々社員のようなサポートはできません。ですので、もしも相談しながら、わからないことを聞きながら契約を進めたい場合は、石垣にご連絡をください。サポートいたします。最後に3つ目ですが、専用の問い合わせ窓口を利用可能です。楽天グループでは、今回の従業員紹介キャンペーン専用の窓口をご用意しております。これは通常のカスタマーサービスとは別の窓口ですので、電話番号を SNS で公表することができません。もしもこのキャンペーンでの契約をご検討中の方は、Gmail もしくは X の DM にてご連絡をください。電話番号をお伝えいたします。
それでは最後に3つ目のトピックですが、お客様とのやり取りの事例紹介です。分かりやすくするために原文ではありませんが、お客様からのこのようなご質問に丁寧に答えしサポートしています。電波が心配なので事前に調べてほしい、申し込み手順をサポートしてほしい、キャンペーンが間違いなく適用されたかを確認してほしい、現在利用中の端末が楽天モバイルでも使えるか教えてほしい、 iPhone を購入した場合いくらで購入できますか、併用可能なキャンペーンを教えてください、適用対象外になるケースはありますか。これはあくまでも例ですが、こういったご質問にお答えしています。この他にも例えば、家族4人全員で楽天モバイルに乗り換える場合、どの手順でどのキャンペーンを使えば最もお得に乗り換えできますかなど、トータルでのサポートももちろん可能です。お客様の現在の契約状況などを簡単にヒアリングさせていただきまして、最適な乗り換え方法をご提案することが可能です。いつでも気軽にお問い合わせください。はい、本日は楽天社員の石垣から楽天モバイルを申し込むメリットについてお話をしました。私は実名顔出しでご紹介ご案内しておりますので、どうぞご安心してお問い合わせください。サポートいたします。従業員紹介キャンペーンは5月末までの期間限定のキャンペーンです。もしもご検討中の方がいれば、今すぐ概要欄のリンクから詳細をチェックしましょう。